それでは神田さんよろししくお願いいたしますすよろししくお願いします、はい、まずこの雑賀さんによる洗脳まあ洗脳ってかなり衝撃的な、ね、言葉でありますけれども違法の連れ去り状態にある背景にあったこの娘さんのですね洗脳っていうのは、まあ、具体的にどのようなことなんでしょうか離婚後最初はそのアビルさんも雑賀さんに内緒でスクールに会いに行ってその時にはすごく甘えてる様子で,、はい、でそれが雑賀さんの知るところになって A ちゃんも「 幼稚園園を転園してて会えなくなくってそういう状態が続いていてとはいえその後も、えー、調査官の面会交流の観察でもママ一緒に遊ぼうっていう状態で非常に仲はいい様子だったんですが、はい、離婚をしてちょうど1年ちょっと経ったぐらいの時に審判が出て、はい、それが終わって雑賀さんがすぐに広告をするんですがその直後ぐらいから。 だだんだんこうますでまずその一つとして広告に出してきたい賀さんが動画を出したんですが、はい、そこでアビルさんのことを「ゆうちゃんのこと嫌い」とか「うん、ゆうちゃんは私のことほったらかして夜飲みに行ってた」っていうような内容のものが出てきてその動画を撮影した10日後に会った時には「ママあゆうちゃん」って言って言い直したりして非常にまあこうだんだん様子が変わってきて。はい でもうそれからどんどん日を経つにつれても会えなくなっていくんですが引き渡しの時にももうお母さんに会いたがらないアビルさんに会いたがらないような状態になっていってそれがもうその最後今年の3月に雑賀さんも同席のもと A ちゃんとアビルさんが会ったらその時にはもう舌打ちをして「ママじゃないんだから帰って」って言って「あんたなんか産んだだけのただのおばさんなんだから」って言って。 もう本当にその二人の関係がもうその何でしょう。A ちゃんがもう全くそのアビルさんに対して拒否的な態度を取るように、はい、なっていったっていうのがあります。そうですよね。うん、いやこれ電子版の方で動画を掲載してるんですけど、もう本当に最初の初期の頃はもうママ帰らないでとお母さんママ,マ,ママと泣いてる動画がありましたけれども、うん、それがもう短期間です一年余りの間にまあそこまでなってしまうというのはちょっと異常時代だと思いますけれども、これ裁判所も この行為については、かなり厳しく、あの指摘をしていますよね。正直言うと、もうその裁判所の資料を読んで、こんなに踏み込んだことを書くのかっていう驚きました。うん、で、親権変更の時にはまあ、それほどその踏み込んでなかったんですが、その後にアビルさんは何とかその a ちゃんを取り戻すために、いろんな裁判をま次々に起こしていくんですが、はい、その過程で。 の裁判所がこの調査官がその A ちゃんの心情調査っていうのを行ってその時にママじゃない優ちゃん人間でもないし動物だよっていうようになったりしてそこでその後の審判の決定だったりそこで非常にこうお子様の状態をこうもう憂慮健全な発達の面であの非常に憂慮する状況とまでいうような状態になってます。 今回の記事でも書いてますけど、その才川さんがその自宅でですね、まあ、ある YouTube を見せてですね、それをまあ見てる様子が、まあ、自分のブログにね、彼はアップしてるわけですけど、そのタイトルも結構衝撃的で、なんていうか、戦隊ヒーローのイケメン俳優に夢中になって、子供をほったらかしにした母親の末路ですとか、<laughs> その毒親のね、お母さんが学校に乗り込んできた末路みたいな、ちょっとこれ、子供に見せる動画としては、信じがたいものを見せたりしてたんですけど、やっぱ衝撃的でしたよね、これは。 そうですねこう、私の姪っ子もちょうど同い年なので、はい、去年、まあ、その年長さんぐらいの時何見てたか聞くとやっぱりその子供がお人形で遊んでるような動画だったりしてこんなのを見てたこともないし、うん、まあ子供が見て面白いと思えないとはやはりうっ、ね、まあ感じるみたいですねお母さんは。今回の記事出してですねすごく感じたこととしては記事に対して。 まあ多くの読者、まあ、特に女性読者からです、ね、非常に多くの感想がまあ寄せられているんですよね。で先週の,この神田さんに出ていただいた音声番組のまあ感想といいますかその投稿フォームからでもです、ね、本当にたくさんの,その感想が来てまして、まあ、今回の放送ではです、ね、ぜひその感想をまあご紹介した上ででいろいろと神田さんとお話をしていければなというふうに思っておりますなので早速お便りといいますか手紙をです、ね、紹介したいなと思いますね。